菅さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は1月21日。え、もうそんな、そうですよ。もうそんななりました。そうですね。1月もう2024年明けましたもん。明けましたもんございます。もう今年もあのシーズンがよく分かんないうちにもうね始まって、はい、気づけば撮影今日ちゃんと雪上初ですね。お待たせしすぎましたね。そうですね。いや、気づけば待ってないって。いや、気づけばその間にアサリでのお取り寄せも終え。もうちょっとあの天候っていうかコンディション不良もあって、はい、2種目ですよね。そうですね、2種目でしたね。だったんで、まあ速報を出すほどの感じじゃなかったのかなっていうところもあってあれでしたけど、実際どうだったんですか。いや、なんかまあそうですね、やりたいことは別に、はいはい、取り組んできたことはすごいね、はい、あの出てたんですよ、はい、ただちょっとね細かいミスが1種目目でやってしまって、はい、やってしまって、まあ、2種目しかない分取り返しが効かない感じで終わってしまったっていう感じですね。まあ、あとはね、若い選手がもう本当確実に伸ばしてきてるので、はいはい、やっぱり本当みんな上手くなってんなっていう思いでした。そうですよね、はい、負けてられないなっていう感じでしたけど、まあ、そんな中で実は今日1月21日、まあ、菅さんもちょっと今最近ね忙しくされててあれですけど、実はあの SNS ではもう発表してましたけど、あの SJ の公認スキー教室、はい、N プレイスキースクールを立ち上げたそうで、はいはい、本日初のレッスンデーだったということで、おめでとうございます。ひっそりとやってました。そうですね。インスタとフェイスブックでしかね告知してなかったんで、はい、あれなんですけど、実はあのしれっと公認のスキー教室ですね、はい、失礼しました、をスタートさせたということで、ちょっとあのこの数年コロナでなかなかオフラインのレッスンちゃんとできなかったりもしたんですけど、最近だいぶ活発に皆さん雪上、うん、出れるようになったんで、ようやくね皆さんと雪上でお会いできるっていうのが増えてきたんで、どうだったんですか実際やってみて。いや、ね、まあまあ本当初に参加していただいた方たちに温かく見守っていただいたかなと思います。うん、まあなんかあのまだね小規模、はい、まあ、1人でやってるので、はい、で現役もやってるのでなかなかそんなに回数は多くできないんですけど、はいはい、まあ、これから、だんだんこうスキーの普及活動としてできたらなと思っております。はい、ちなみになんかホームページ見ると一応あのプライベートも受付してるみたいなので、はいはい、その可能日みたいなのもスケジュールに出てるということで、まあ、もし興味あれば、はい、ぜひぜひ。そうですね、直近のスケジュールでいくと2月にアサリでまた片岡高也をナショナルでもゲストに迎え、はいはいはい、アトミック所属ブランドアトミックのテストドライブのテストもできて、ビデオクリニックもあるっていうなかなか豪華なレッスンが予定されてるみたいで、はい、やります。2月の9日だと。そうですね、2月の9日に行いますので、はい、もうマスターズとか頑張って出てますみたいな人ぜひ来てくださいって感じの、あとはそうですね、テククラですね、他でも、はい、あると思うので、はい、久しぶりに更新するからちょっといろんなこと伝えたくなりすぎて告知盛りだくさんのダラダラと喋ってますけど、実際けど雪上あのオンタリオ戦で含めて、はいはいはい、なんか同大会に向けた課題とかあるんですか、全日本とかって。まあ、そうですね、まあここ何年かずっと培ってきた安定感を求めて、はい、まあ、取り組んできたところとしてはポジションと、はい、やっぱりあの外側への意識、外スキー側への本当に精度の高め方だったんですけど、まあそこからちょっと徐々に今年は内側へのバランス、やっぱりカーブをシャープに描くには傾きは絶対必要なんですけど、あの優先すべきはやっぱり外のバランスだと思ってずっと取り組んでたんですけど、ここからそのバランスをキープしながら内計画をあのうまいこと挑戦していけるかなっていうところが今年はちょっと課題にしてて、まあ、だから内足のバランスって言ったりとか、内足を存分に使うっていうよりかはちょっと内足も使いながら、大前提は外なんですけど、外のグリップ感が大前提なんですけど、
まあ、切り替えの時のちょっとこう内脚の使い方っていう意識を少し変えていくっていうような感じで取り組んでますね。それをじゃあ今日、まあもう時間も実はこんなナイターついてる時間なんでもレッド1本しかね、レッド1本しか今もう滑れない時間になっちゃったんですけど、まあ説明できるかどうかって感じなんですけど、中心移動は同じようにいつも言ってるこの外側方向とかに持っていきたくて、でもちろんフォールラインにも重心は絡んでいきたいんですけど、必ずこうはないっていう形だったんですよ。あくまでも行く方向に、スキーが進んでいく方向に捉えながらなんですけど、その時の内足のアングル、次の内足って言ってるのかな、外脚から進展要素でこの脚をうまく折りたたみながらって言ってもいいのかな、これを潰しながらこのゾーンに入っていけるかっていうバランスなんですけど、前は外外だったのでちょっとこう踏み替えて本当の外にシフトしてたんですけども、あくまでも滑走性がつながっていくとか急斜面対応としてはこの外足を潰しながら入っていきたいんですよね。そうするとちょっとこう重心移動も本当にドンピシャ前に来たりとか、前傾姿勢が強くちゃんとカーブの中盤で出てくるっていうのかなってところを意識してます。だから前は結構ねお尻下がってたんですよ。やっぱり結構お尻下がった状態で外っていう横の動きはある程度出てきてたんですけど、あんまりなんていうトップの抵抗とかちょっと弱かったかなと思うんで、この内足を潰す要領で今は飛び越えてきているので、そうすると最後のなんていう伸びがちょっと変わってきたかなと思うんで、ただねあの内足柔らかく使えないとすごい失敗するんですよ。いやかなり今聞いただけでもまああのもう選手目線の紙一重な部分なところなのかなと。で、ね、でこれやりすぎると外軽くなるんで。そうですよね。意識もがつこういう、はい、失敗もしたりするので、はい、紙一重なところ。必ず外を捉えながらも内足を本当に柔らかくこう使っていく、うん。アウトエッジがちょっとつくようなバランスでやっていくっていう話。だ今までと比べるとちょっとそこを意識的にやった方がいいんじゃないかっていう改善ってことですね。そうですね、今までトレーニングして外外の意識は強く持ってるので、はいはい、それを持った上で内足にも少し、だから結局は両脚のバランスだと思うんですけど、はい、これを超えちゃうと、はいはい、内側を入りすぎると絶対内藤するし、はい、けどギリギリ攻めないと深いターンにはやっぱりならないのかなと思うので、まあはい、ちょっとそれを今年はまあ、ミスも結構あるんですけど、はい、まあ、それもあって小樽予選はちょっとミスもあったかなと思うんですけど、まあまあ、ただ同大会に向けて、うん、まだまだそうですね、はい、いい感触を得られるときはすごいスムーズになるので、はい、まあ、なんかそんな感じをちょっと最初は、グルニーゲンターンって分かります？こういうターンからこっちに、なんかただグルニーゲンっていうと結構内足ターンみたいなイメージある方多いかもしれないですけど、ただ切り替えで使いたいだけで、僕はこの最後の溜めた力をキープしたまま重心をこっちに運ぶ、決して内足でこうやってターン、こうやって内足でこういうターンを描きたいんじゃなくて、重心をこっちに運びながらここだけ使って、あと外使って外、こんな感じでやるとちょっと腰が1個前に運んでくると、下から見るとなんか腰高って言われるような、その意味で高い位置にポジションを取れるので、そういったものでちょっと今年は練習してきた感じです。じゃあちょっとあの同大会、うん、あのすっごいややこしいんですけど、前にあの全日本私行けるって言ったと思うんですけど、はいはい、そうです、同大会もあのなんと大会前日だけ私留守に、前日だけ全部来てくださいよ。いやいや、ちょっとあのまずあのちょっと
留守に用事あって体育館あたりに多分いるんで一人、はい、またそのタイミングあたりで配信できればなと思いますけど、ちょっとぜひじゃあ今年全日本留守なんで、やっぱちょっと同大会もその前哨戦的にフィールド一緒ですから、ぜひいい感触をね、はい、取ってきていただきたいなと、はい、頑張ります、はい、でちょっと今年はちょっと今年の菅さんは外もそうだけどうちの精度もすごい求めていくって感じってことで、そうですね、はい、ちょっとそんな感じを最後見せれたらそうですね、はい、いいかなと思うんで、じゃあちょっとその滑りだけいただけると思います、はい、期待しててください。